Then concurrent session four. コンカレントセッション4、持続可能な航空輸送のセッションを開始します。まず2人のモデレーターをご紹介します。ゲオルク・エアトマン教授、それからビクラム・メータ様です。エアトマンさんは ICEF の運営委員、ベルリン工科大学エネルギーシステム体幹教授でいらっしゃいます。またKSB エナジー AG の理事長をお務めであります。ビクトラム・メータさんは ICEF の運営委員、センターフォーソーシャル&エコノミックプログレス研究財団の会長でいらっしゃいます。それではエアトマン先生、どうぞ。ありがとうございます。またセッションに戻ってくださいました。ありがとうございます。本日非常に難しいテーマを取り上げます。皆さんもご同意くださると思いますが、温室効果ガスの排出、航空業界からの排出というのはなかなか削減が難しいからです。他のあらゆる種類の排出源と比べて削減困難なものです。さまざまなテクノロジーが開発されていますが、まだ初期段階で状況をすぐに変えるということは難しそうです。でこの航空業界、排出全体の 2% ほどを占めています。そして、他のセクターでいろいろと進捗があります。陸上交通、発電などです。でそういった中で、航空の比率が上がってくるという可能性があります。ということで今 2%、大きな問題ではないではないかと思われるかもしれませんが、将来的に航空業界の比率、排出の比率は大きくなる可能性があるわけです。で業界の代表の多く、航空会社、それから航空機メーカーもこの問題を認識していて、なので代替的な手法をの検討を始めています。未来に向けて取り組みを行っているわけです。そして遅かれ早かれ政府が介入して、そして 何かしらの対策を強制されるということを想定していろいろと備えをしようということで、取り組みが進んでいるわけです。こういったテーマを今日は話し合っていきます。で2つの経路が温室効果ガスの削減についてはあると思います。1つはさまざまな新しい種類の機体を設計するということです。で NEDO がこちらの方を取り組んでいると思います。それから2つ目がこの燃料を変えるということです。3つのオプション、1つが水素、2つ目がこの SAF、 そして3つ目が電動化ということです。で今日壇上に4人の著名なスピーカーをお招きしています。うち2人はこの SAF について、持続可能な航空燃料についてお話しくださいます。2人は電動化についてお話になります。この複雑なテーマでありますけれども、この2つの側面に分けて取り組んでいこうと、あるいは議論をしていこうということで焦点を絞って話をしたいと思います。それではスピーカーを紹介します。まず1人目、榎本博さんです。NEDO の技術戦略センターの主任研究員でいらっしゃいます。2人目のスピーカーは西村雄貴さんです。日記ホールディングスサステナビリティ競争ユニットのプログラムマネージャーでいらっしゃいます。 SAF の話をしてくださいます。それからオンラインでご参加のエイダ・ツェイさん、香港からのご参加です。エイダさんはウォーラーエアモビリティの取締役です。電動化、電池の話をされます。それからローラ・レオンシーニさん、スイスからの方で、イートンという会社に所属しておられます。この会社もそのこの空港でのこの電気の使用についてのインフラを開発しておられます。非常にいいラインナップのスピーカーが揃っています。でコーモデレーターの方から
4人のスピーカーの方にご発言いただきます。それでは早速プレゼンテーションをいただきましょう。榎本さん、お願いします。議長、ありがとうございます。ネドの榎本博史です。さて、燃料についてお話します。液体燃料です。私のユニットでは技術戦略をこの SAF、 SAF という液体燃料に関して立案しています。持続可能な航空燃料 SAF です。で、この航空燃料においていくつかの目標を設定しています。2050年世界の SAF 需要は3億立方メートルから4億立方メートルになるだろうと。そして日本においては2000万立方メートルが必要になるだろうと見ています。一方2030年200万立方メートルが必要という状況です。2020年世界のSAFの供給量は 0.063100 万立方メートルということで、ごくわずかです。6万3千ですね。で、SAFの生産コストはリッターあたり2ドルから16ドルの範囲にあります。従来の航空燃料費はおよそ1ドルです。さて、ネドにおいては13の技術を2017年に選定して検討を行ってきました。2019年にこの13の技術のうち3つを選びました。1つがアルコールトゥジェットです。2つ目がガス化とフィッシャートロプ手法、それから3つ目が微細藻類と水処理の手法です。これはですね、最近の新しいテクノロジーではなく20年30年前から存在するテクノロジーです。さて、これらの手法の長所を生かすには、そのカーボンニュートラルな生産とその十分な供給ということを考えなければなりません。この2つが確保されるということがとても重要です。で、まずその生産量というのを推定しました。SAF かなり大量に必要となりますので、どれだけの量を作れるかということを推定しました。またどういったそのエネルギーを使うのかということも考える必要があります。で、このユーティリティは原料由来のものとなるというふうに想定しています。それからこのコスト、人件費高いのでどれぐらいかかるのかを計算します。で、先ほどの3つの技術に関してこの4つの指標で比較をしています。まずアルコールトゥジェット ATJ です。で、これ大規模にやるとこの原料コストが支配的となります。ということは、アルコールはセルロースあるいは廃棄物から作られるべきだということになります。つまりコストが重要だということです。小規模にやる場合には人件費というオペックスが非常に高くなる、それが支配的になります。ということは、全自動のプラントというのがこのローカルな活用においては必要になってくると思われます。次がガス化とフィッシャートロプ手法ですが、大規模にある場合は原料コストと設備投資コストが支配的となります。つまりプラントは原料の生産地に設置されるべきであって、低価格のガス化炉が必要だということです。小規模な工場では ATJ と同じで人件費が支配的となります。なので全自動プラントを開発するべきです。3つ目の微細藻類のテクノロジー、
こちらも検討すべきであります。この微細藻類の利点は成長率です。他の植物と比べて10倍の成長率を達成することができています。遺伝子の組み換えということがよく出ますが、 NEDO のプロジェクトではこれは必要ないということであります。ということで、どこでもこのテクノロジーを利用することができます。ただこの効果的な CO2 の供給技術がとても重要になります。その技術を開発していかなければなりません。いずれにせよ、森林が必要となります。これらの燃料の原料はバイオマス、木材になるからです。 FAO のデータでこの森林に関して知ることができます。で、太平洋付近、我々日本にいますので太平洋におけるこの森林ですが、アジアとオセアニアということになりますが、この地域の森林は世界のサフ需要の 30% を木材で供給することができます。 NEDO プロジェクトの微細藻類は世界のサフ需要の 100% をこれらの森林から供給できます。まとめに入ります。3つの技術を評価しました。1つ目アルコールトゥジェット ATJ、 こちらは低価格のアルコールがあれば使えます。ガス化とフィッシャートロプシュ法の技術は小さな容量でどんな場所でも建設可能となります。3つ目微細藻類とこのハイドロプロセスを組み合わせるもの、これはカーボンニュートラルな CO2 を用いた場合最も成長率が高くなります。で、年間生産量100万トンの場合原料費の割合が大きくなります。この3つの技術いずれの場合もです。ですのでプラントは原料を生産地に設置されるべきです。そしていずれのテクノロジーにおいても水素が必要になります。また水も必要です。この2つ非常に重要な原材料となります。ですのでこれらの材料の炭素集約度も評価すべきです。そしてこのプラント工場場所とありますが、何らかの場所というのは炭素集約度が最小になるように設計するべきであります。水素に関しても同様です。以上です。Thank you very much. ありがとうございます、榎本さん。それではお二人目です。西村雄貴さんです。どうぞ。ご紹介ありがとうございました。ちょっと名前の発音が難しいようで申し訳なく思います。日記の西村と申します。まず日記の紹介をさせてください。まず設立は1922年のことでした。 EPC の請負業者としてさまざまな各種プラントを対象にしてまいりました。エンジニアリング、それから調達建設、これをさまざまな工場ですとかプラントに関して行うということです。現在の事業分野ですけれども、生成ガス処理、 LNG 化学品ということで、これらで総売上高の 70% 以上を占めています。しかし現在社会ですとかもしくは産業のパラダイムシフト、これがかつてないスピードで起きているということで、我々日記グループを取り巻く事業環境も大きく変化しています。我々日記グループがこれからも持続的に成長していくためには、
ということで、我々の事業モデルをですね、変革していかなければならないという時に差し掛かっています。こういった背景のもと、我々は企業のパーパスを定義してまいりました。これは地球の健康を増進するというこのような目的を定めたわけです。我々の方針といたしまして、地球の健康を増進するということを実現したいと考えています。2040年までに我々日記グループはこの5つの領域においてビジネスモデルを達成していきたいと思っています。エネルギートランジションを含む5つの領域に事業を多角化するということです。我々の企業のパーパス、これを実現するために我々は完全に新しいビジネスの開発に着手しました。そのうちの一つがサーフのビジネスであって、これは異業種のパートナーシップによるものです。パートナー企業はコスモ石油さん、これは日本最大手の生成会社の一つです。それからレボーインターナショナルという会社、こちらは日本においてバイオディーゼルの先駆者の企業です。日本全国の食用油の収集のネットワークを活用していらっしゃいます。そして昨年この共同出資ということで、コスモ石油さんとそれからレボーインターナショナルさんとの共同出資によってサファイアスカイエナジーを設立いたしました。このサファイアスカイエナジーは国内で回収した使用済みの食用油からサフのほかバイオナフサや再生可能ディーゼルを生産することになります。次にサフの供給能力ですけれども、だいたい1年で3万キロリットルと考えております。そしてその生産ですが2025年からの開始を予定しています。こちらのプロジェクトはネドさんの支援、それから助成を受けているということですので、この場をお借りいたしましてネド様に感謝を申し上げます。サフのサプライヤーとして我々が早く進んでいくために、日本に導入するにあたっていくつかの課題を解決していかなければなりません。今のこの状況においてとても重要な点といたしまして、サフの価値を人々が認識するということ、このことがとても重要です。このサフとそれから従来の石油ベースのジェット燃料というのは燃料としてはほぼ同等の品質を持っておりまして、品質という意味では全くこの2つの燃料の間に差はないわけです。ですから我々任意団体といたしましてアクトフォースカイというのを設立いたしました。この組織を通して航空業界の脱炭素化ソリューションとしてサフの価値を創出していきたいと考えています。現在アクトフォースカイに関しましてはさまざまな分野から30のメンバーが参加してくださっています。国内企業だけではありません。海外の企業もボーイングさん、エアバスさん、こういったところもこのアクトフォースカイに参加してくださっています。以上です。ありがとうございました。Thank you. 西村さん、ありがとうございました。最初の2人の方々からリソースと力ということで、十分にリソースがあるのか、十分にこれから先持続可能な航空のために持っていくことができるのかという話でしたが、2つの話の後で実際に電気航空機についてのお話を意見いただきたいと思います。まずアダ・ジェイソンさんにご紹介お話しいただきます。スクリーン上のオンラインにご参加いただくことです。皆さんこんにちは。まずここでそちらに申し上げられなく参りませんで心からお詫び申し上げます。議長そして総合ナイジャーの皆様にオンラインでお話しさせていただきますことを感謝申し上げたいと思います。まずは
このセッションのために動画を作りましたので、それを放映させていただきたいと思います。皆様、ご来賓の皆様、こんにちは。私はブヨーラエアモビリティの共同設立者であり、この香港を拠点とするグリーンライドヘイリングカンパニーの取締役を務めています。環境に対してしっかりと責任を持った旅のあるいは移動の大対策を出していくものです。本日は喫緊の課題である気候変動との戦いにおける航空機の代替技術について皆様と共有できることを光栄に思います。まず従来の航空旅行が環境に与える影響について考えます。デロイトによると、ロンドンからニューヨークへの往復便は乗客1人当たり約1トンの二酸化炭素を排出するといいます。これは途上国の平均的な人が1年に生産する量と同じです。このことは持続可能な航空代替手段を見つけること、ひいては地球温暖化の影響を軽減することが急務であることを浮き彫りにしています。このような観点から私たちは2020年にボーラー社を設立、持続可能な民間航空ソリューションを探すことに主眼を置いて旅を始めました。ちょうどその頃、中国の関陽にある大学が4人乗りの電気飛行機 RX4E の型式証明申請を提出しようとしていると知りました。型式証明書が発行されれば、 RX4E は世界初の商業用電気4人乗り航空機となる可能性があります。機体自体は従来のセスナやパイパーのモデルに似た固定デザインを採用しています。多くの人はこれを退屈なものと見るかもしれませんが、そこにユニークな提案があります。なぜならこの設計は安全性と信頼性が証明された多くの人に馴染みのあるものであり、したがってこの新しい航空機モデルを認証する際の規制上の不確実性を減らすことができるからです。さらに途上国には小さな空港の滑走路がたくさんあり、十分に利用されていないということを考えると、このエレクトリックショートフィールドテイクオフ&ランディングの略であるこのエストスは多くの有益な使用事例をもたらし、新しい充電インフラや輸送インフラを建設するような環境に食い込み、資本集約的なアプローチを取ることなく既存のインフラを利用し、迅速な導入を可能にしてまいります。この RX40航空機の用途は幅広く、農村部の住民やその生産物が都市部の市場にアクセスするためのフィーダーサービス、あるいは遠隔地のコミュニティに必要不可欠なロジスティックスや重要な医療物資を配送したり、環境に優しい方法でグリーン航空の有効性とそれが地域コミュニティにもたらす利益を実証したりすることができます。我々の最初の概念実証は次のビデオでご紹介しますが、モントレージョニーインドネシアでグリーンエコツーリズムを推進するために4人乗りの電気飛行機を使って遊覧飛行を実施したというものです。空を舞い、自然保護区の素晴らしいパノラマを眺めることを想像してみてください。青々とした熱帯ジャングルのような静寂、そしてアトランティス火山、これらすべてが一つの壮大な旅の中にあります。世界初の豪華飛行機で行くリンジャニ山へようこそ。モモコに位置する火山はインドネシアの政治と観光の中心地です。私たちの電気飛行機で人々は今、環境に配慮したプライベートな方法で地域の山の息を呑むような風景を拝むことができるのです。これは単なる乗り物ではありません。私たちの子どもたちや未来の世代のために持続可能な地球を築くためのスリリングな旅なのです。リンジャニさんはグリーン航空とパイオニアであるグリーン航空のパイオニアであるマインドブローラーと観光のグリーン化を可能にする SPI を結びつけました。従来型のリンジャニさんの訪れるやり方、こちらでは通常2泊3日山登りをするんですが、グリーン航空の提供には3つの利点があります。まず、ハイカーが山に残すゴミがなくなり、自然環境が保全されます。2つ目は、体力に自信のない方でも雄大な景色を楽しむことができるということです。3
3つ目は観光客がリンジャニ山を訪れるのに2時間しかかからなくなり、他の活動に時間を割くことができるようになる。つまり経済効果が倍増するということです。インドネシアの漫画ジャンニーのような事例をもとに、ボラーは世界中に一連のグリーン飛行機を展開するインパクトフォース戦略をまとめることを目指しています。公益資本主義の提唱者として、ボラスのミッションステートメントは3つの E、 すなわちエンパワーメント、エネーブルメント、エデュケーションに取り組んでいます。少し説明します。まず第一に、私たちはグリーン航空機の開拓に参加できるよう地域社会に力を与えることに努めています。規制当局、学会、産業界、プレイヤー、消費者などあらゆるレベルの地域社会の利害関係者と関わることで、私たちは環境に優しい代替案を選択するオーナーシップと責任感を育むことができます。これによりグリーンな航空への取り組みが社会のニーズに沿ったものとなります。第2に、私たちはグリーンアビエーションを通じて持続可能な開発のためのグリーンモビリティの選択肢を可能にすることを目指しています。私たちは消費者が罪悪感を抱くことなく、ソロの旅のニーズに対応できる選択肢を提供し、同時にエコツーリズムのような持続可能な成長分野でさらなる利益を生み出すことを望んでいます。まず第一に、私たちは脱炭素化のメリットについて地域社会を教育することを目指しています。持続可能な旅行の選択肢と環境への影響について教育し、意識を高めることで個人が環境に優しい旅行を推進するよう促すことができます。私たちは将来やの世代のためにより環境に優しい生態系を作ってまいります。結論として、持続可能な航空は新興国における持続可能な開発の強力な触媒となる可能性があります。本フォーラムでは、有意義の社会的利益をもたらす持続可能な航空の未来の構築に向けて、すべての人々が集団的に協力的に取り組むことを奨励したいと思います。最後にこの言葉をお送りします。遠くに行きたいなら一人で行け、遠くへ行きたければ一緒に行こう。ありがとうございました。Thank you. 飯田聖さん、ありがとうございます。最後にローラ・レオンチーニさん、スイスからお願いいたします。4人目はローラ・レオンチーニさんです。スイスから、ローザンヌからお越しです。イートンと呼ばれる企業の方です。電動航空機についてお話をいただきましょう。皆さんこんにちは。イートンに関して皆さんお知りですか？もしお知りの方は挙手で。関係ない質問ですけれども、こういった電気に関して電動航空機乗られた方いらっしゃいますか？はい、これがプライベートパイロットライセンス今取ろうとしているんですけれども、この電動航空機というのはですね、これは未来の話ではなく、もう今ということなんです。で、そのソロというのは、これはパイロットがですね、実際ようやく自分はパイロットになったんだと気づく瞬間で、本当に素晴らしい経験でなります。この写真の隣の方はインストラクターです。単独飛行ができる瞬間というのは本当に素晴らしいものです。で、今日はそのヨーロッパの話なんですけれども、ヨーロッパではもうこういったことが起こっています。この革命はスローではありますけれども今起ころうとしている。そして先ほどのお話ありましたように、2隻なのか4隻なのか、まだ小さいものでありますけれども、もうすでにこれは現実のものとなっています。すでにこの電動航空機のための充電インフラというのもあります。すでに認証を得たもので、スロベニアの企業で PV3 と呼ばれる企業のものがあって、最近ですね認証を得ています。ということで、この業界にはその積極性があるし、また政府の方も少しゆっくりと言わざるを得ませんけれども、この電動化ですね、航空機のこちらは進めたいという意欲はあるようです。 AAM はアドバンスドモービリティということですけれども、これをお聞き及びかと思いますが、
ちょっとこちらご覧いただきたいと思います。 eVTOL と呼ばれるもの、これはアーバンエアモビリティということで、例えば50マイルから100マイルとかこれぐらいのもので小さな半径で飛ぶわけですけれども、一般航空という一つ目の左のカテゴリーですけれども、今現実になっているのはこちらです。今創業しているのはこれ、つまり乗客数は1から4ということです。ボーラルエア、これ私イタリア出身ですので、このボラルエアがもうやっているし、他にも多くの企業が今電動航空機を開発中であって、それらはこの一般航空のカテゴリーということになります。プライベートパイロットで、多くのパイロットがこれで飛びたいと思っていると思うんですけれども、これはその商業化されたものではないです。次に eVTOL なんですけれども、これは小さな商業用の航空機ということで、こちらに関して私は大いなる信念を持っておりまして、かなりエアモビリティの起爆剤になるというふうに思っています。19から30席ぐらいということになると思います。電動かもしれないし、ハイブリッドかもしれません。 100% 30席であれば電動というわけにはいかないし、このバッテリーはですね、軽量、十分に軽量ではないし、大きすぎるということもありますので、ハイブリッドになるかもしれません。それから次に商業用ということなんですけれども、これはちょっとまだ方向性が分かりません。水素の話ありますけれども、今の段階では十分な時間ですとか、それから十分に話ができる人いないかもしれませんけれども、水素というのはですね、これから長距離ということになった場合、この商業用の航空機ということになった場合、エアバスとかボーイングもそうだと思いますが、考え始めることになると思います。どこから始めなければならないということで、それがこちらということで、私の会社はこちらです。エネルギーの移行に取り組んでいるということで、これはハブ、例えば空港ですとか、それから建物をですね、レジリアントなものにしていくと、そのローカルのエネルギー、サステナブルなエネルギーをグリッドのエネルギーと賢く組み合わせて、そしてそれを配電する、これはその充電のインフラを通してということです。これは陸上、これはその EV 車用の充電インフラをもう皆さんお持ちだと思いますけれども、そういったことを行いつつ、それからまた電動航空機にチャージするものという形でつないでいく、そういったエコシステムというのはもうマネージができるもので、今はもう仕組みとして機能しています。それからその貯蔵という意味ではバッテリーを考える必要があって、これでもってこの負荷ロードと、それからオンサイトで作られているエネルギー生産分、これをバランスすると、必要今日ないかもしれないけれども明日必要かもしれないということで、貯蔵ができればより柔軟性が増すわけです。そしてエネルギー移行にはさまざまなアクターが関わってくることになります。政府、こちらに関しては後で話をしますが、だからこそこの方がですね、ちょっとその、苦労していらっしゃるというわけです。まだ課題があるということですね。我々はそれらの課題に影響を受けています。まず一つ目、主な課題は一体何なのか、空港が直面する主な課題は何なのか。空港といった場合、建物だけではないです。でこの建物の電動化、電化というのはですね、これは日々もう起こっていることだと思います。しかし空港におきまして、さらにそういったことが進んでいくと思います。例えば陸上、グラウンドサポートエクイプメントに関しましては、フォークリフトとか素材、必要とされる素材、バスですとかトロリーですとか、こういったものに関してはもう電化、電動化がされています。それに加えて20キロワットのチャージャーというのが今あって、今使っているんですけれども、こちらに関して45分間で、その飛べる45分間飛べるようなものでなければならない。それがその300とか400キロワットの充電器で1時間2時間4時間ぐらい、2席とか4席の場合はですね、それだけ飛べるぐらいのものが必要になってくるわけです。指数関数的な形で空港にはそういった設備が必要になるわけですが、じゃあ誰がその費用を支払うのでしょうか。でそのサフの話がありましたけれども、これはですね、分かりやすいと思います。というのはもうインフラがそこにはあるからです。炭
ンクがあるし、システムはもうそこに充実整っているわけで、あとはですね切り替えればいいわけです。このケロセンからこのサフに切り替えればいいだけです。 100% 切り替えをすればそれで済むわけです。しかし充電インフラということを考えたときに、まあ充電インフラが必要なわけで、その電気ということになった場合は例えばケーブルも必要です。もしかしたらサブステーションというのが空港の横に必要かもしれません。必要とされるエネルギーというのが相当量であるということですので、単にですねその車の充電器だけでは十分ではないかもしれないということになります。それでは我々自動車業界からいろいろ教訓を学んでいるんでしょうか。もう自動車業界そのまあ10年間ということで、我々充電インフラに関しては EV 車から始めたわけですけれども、この自動車業界からいろいろ学べる教訓というのがあって、そのうちの 80% ぐらいにはですね航空の方にも応用できると思っていますので、我々は過去から学んでいるということが言えると思います。それではこういったことが本当に現実のものになるのかということですが、多くの企業が投資をしています。市場調査の結果を見ましてもかなり増えていくということがお分かりだと思います。この10年の一番最後のところをご覧いただきますと、まだまだ少ないわけですけれども、まだまあ数十機、それからまあ数百ぐらいかと思います。今は120機ということであります。この商業化されているというものでは、しかし来年になるとその認証は他の企業からも得るということになると思います。アメリカ、ヨーロッパ、そういったところに拠点を置いているところということで増えていくということになります。しかし2030年の初めぐらいになると、この EV トールが出てくるということで、おそらくビジネスジェットも出てくるでしょう。8席8シーター、一番最初の例としては19から30シーターということになります。スウェーデンの企業があります。そしてまたそこも認証をもうすぐ受けることになると思います。この10年の終わりにおそらく可能というふうにであれば嬉しいというふうにおっしゃっています。ですから1万2000機ぐらいということになると思います。15年でということですね。まあ少ないと思われるかもしれません、今ある航空機の台数数を考えると。でもこれは一つ革命的な数字だと思っています。それから次に充電器ということなんですけれども、充電器今必要な数というのを考えたとき、まあこれは車で考えてみましょう。そうするとより多くの充電器、車よりも充電器の方がたくさん必要なんですね。実際充電のインフラっていうのは増えていっているんですけれども、車の数も増えていっていると。車の台数が増え、そして充電器のですね数が増えると大体同等になってくると。 1.3 の充電器があれば、まあ A から B にですね行くためには2台の充電器が必要であるということで、 A から C に行くと思うと3台必要になると、で4機になるとかいう形で増えていくわけですから、今その累積で航空機向けの充電器を見ると、2036年まで見ると2万3000台の充電器が必要ということになるわけです。相当調査を行いまして、まあこれは他の分析よりも保守的に見積もってということなんですけれども、他の分析では4万台の充電器が必要というようなことも言っています。でもこれはこの EV トール、これは19シート、プライベートジェット、小さな航空機ということになった場合は2万3000台ということで、これで今後15年間ということになります。相当なですね電力が必要になると。この充電機がですね、この航空機を充電するためには充電器に対する相当な電力が必要になるというわけです。イノベーティブな形でこれらを見ることはできます。電動化、電化の必要性というのはあって、課題はある。この電力網に関しては、グリッドに関してはもうすでにですね負荷が十分にかかっているわけです。空港に行くときにですね16アンプというので11キロワットのチャージャーというところもあれば、この航空機であればですね22キロワットということで、そうすると32アンプが必要になってくるということになります。ということでこういった
その空域小さかったとしても十分な電力はないということになります。それに対して1000キロワットもしくは1メガワットで考えてみるとどうでしょうか。充電インフラにはチャレンジがあるというのは明らかということになります。今その電気自動車で陸上で考えている以上のチャレンジがあるということになります。それからその労働負荷をバランスしなければならないと。エネルギーの移行というのはですね、空港の観点から見る必要があるし、その全てのオペレーターからの観点からを見る必要もあります。だからこそ我々はこの空港をグリッドにするというアプローチを考えているんです。つまりこの空港をエネルギーのハブと考えるわけです。そのように見るためには太陽光の発電、それからエネルギーの貯蔵のシステムも必要だと思いますし、ソフトウェアがこれら全てのユーティリティを賢く接続するという必要もあるし、それからまた配電のシステムもバックボーンとして必要だと思いますし、 GSE がこの空港にも必要になってまいります。いろんなアクターが参加してくれなければならないということで、もちろん政府もですね、支援しますよって言ってくれなければならないと。でなければこういった課題なかなか克服することが難しくなってしまうわけです。主な課題は一体何なのか、このトータルのこの所有のコストを見ていかなければなりません。航空機、この機器はいつ認証されるのか、そしてそれを販売するということになった場合、そうするとその充電器がもうなければならないわけです。でも航空はこのように言ってきます。これはうちが決めることではないと。チャージャーをこれを設置するのは高すぎるということで、そうすると誰が責任を持つのか、所有というその当事者概念がないということになります。ですからこそ政府の補助金というのがとても重要になってくるわけです。補助金がなければ、もしくはその政府からのインセンティブがなければ、これはイノベーションの世界では常にそうなんですけれども、それがなければ我々として充電のインフラを拡大することはできないということになります。それからもう一つのハードルは認証です。これは他の方も確認してくださると思いますが、標準化というのもそうですね。こちらに関しては積極的な取り組みがありまして、実際の接続、そしてこの充電に関してしっかりと標準化に準拠するということでなければならない。これはその明白というわけではありません。過去から学ばなければなりません。でこの SAE においてユーロ系、他のそのアメリカの機関ですとか、そういったところのワーキンググループが今目を向けています。 CCS、 それからコンバインチャージングシステムなんですけども、これは飛行機向けのものであって、この車のですね、急速チャージと同じような取り組みがあって、ゼロから繰り返して重複させる必要はないということです。そして自動車と同じで卵か鶏かのジレンマがあるわけです。先に車なのか先に充電インフラなのかということで、同じようなですねジレンマに関して我々マネージをしていかなければならないわけです。ありがとうございました。 Yeah, thank you very much. ありがとうございました。ネタさん、かなりこの最大で何席ということになるかということについてお話しいただけますか。そうですね、私の方では皆さんがおっしゃったことをもとに少しコメントしてみたいと思いますが、この私の頭の中にいろいろよぎるものがあります。まずヨーロッパのコメントですが、これは長い旅だということです。本当に長い長い旅の中にいるということです。まだ旅のもう始まっていないと言っても過言ではない、そんな状況です。2008年、最初のテスト飛行がありました。バージニアからあったということです。そして2023年にはこれが私の事実誤認があるとないといいんですが、持続可能なこのSAFが生まれたということです。トータル市場の中の 2% になったということで、 15年も経ちましたが、あまり大きな進展はなかったということです。一つ皆さんがお話しなさったところで、一つの全てを横切るこの横糸があるとするのならば、私たちは成功することができる。しかしその際には協力とサポートがなくてはいけないということだったと思います。このサポート支援ということですが、これは単に他の主体から寄せられるもの、例えばオイルメジャーから来るとか航空会社から来るとか、そういうことではなく、航空製造者ではなく、政府から支援が来なくてはいけない。政府によって公平な土俵が築かれなくてはいけない。これが鍵を握る要素だということだと思いました。でそこでこの逆に質問をさせていただきたいなというふうに思うんですが、ローラさん、
逆順で伺いいただけますか。ローラさんは明確にどんな要件があると、そしてそれによって初めて拡張ができるというお話をなさいました。それについて少し定量化してお話しいただくことはできますか。つまり比較に根ざすモデルがあるのか、このような拡張というのが実現できるような、そういった規模感というのはありますか。つまりこれはこの補助金を受けてということですか、助成を受けてということですが、そうですね、助成が必要であるかというところなんですが、例えば先ほどおっしゃった数字を実現するにはやはり助成金が必要でしょうか。そうですね、2つお話しました。1つが助成あり、もう1つが助成なしということです。スイスではこの連邦からこの助成が入ってきます。そうするとこの中で重要なポイントは何かというと、この15機の購買を行っていくということで、その中でこれをさまざまなところで12くらいの空港にリースするということだと思うんです。ですから電気航空機に関してはスイスは世界最大の密度ということになると思います。小さな国なんですけども、そしてこんな形で財務ということですが 60%、70% ぐらいカバーをするということになって、その結果非常に良いレートでこの貸し出すことができる。ロザンにいるんですが、例えばベルセエレクトロオークとオーバーオークとか PA28 と比較してみますと、だいたいこの100ユーロぐらい安いということが分かります。若いパイロットはやはりこのいろいろ航空機のレンタルができますから、そうすると最初の10年15年ぐらいのトレーニングをするにあたってベアリスを使っていくことによって、それでこのお金を削減することができます。でそれから今度もう一つが助成金なしということです。例えばスイスの中でこの助成がないということになりますと、かなり充電ができないということになります。ですから同じような連邦からのフィードバックが必要ということになると思います。それからもう一つの例として、このトータルエネル、トタルについてお話をします。石油会社ですが、この地域で彼らも今度まさに電力、この航空機のあるいはその他のモビリティの電化に関心を持っています。その最初の段階としてフランスでチャージャーを使っていく、私たちのチャージャーを使って電この充電をしていくということです。彼らがこの助成金ではなく投資家です。そして非常にしっかりとしたビジョンを持っていらっしゃるので、私たちに投資をしてくださる。そして ROI がもう5年で出せというふうには言っていないです。おそらくもっと後になるだろうということを理解いただいています。そしてその中でエネルギーからこの得るものということで、この充電してステーションから得てくる電力を使っていく、そしてインフラを使ってより多くの航空機を空に飛ばすことができるようになってくるということです。そしてまた航空機を売却する、そうするとインフラがありますと、この次の航空機の製造技術業者が入ってくることができる。ここにチャージャーがそこにあるから空港もあるし、もっと航空機をこの辺で売っていこうというふうになるということです。ということでこういった良いサイクルが生まれてくるということです。スケールアップという話が出ましたが、より良い形私にしていこうと思ったならば、やはりそうですね、この政府のが最初から入ってもらうということが重要だと思います。サブシディということでやっていくのではなく、あるいは一つの国がこのお金を出すということだけではいけないと思います。ヨーロッパで言いますと EU 規模で助成金を出していくということが現実的なやり方だと思います。一つ質問させてください。アダさんは先ほどのお話の中でご提案をなさっていたと思うんですが、できれば単独で進みたいということであったと思います。で例えばこの一番最後におっしゃったところが魅力だったんですけれども、急いで行きたいなら一人で行け、そしてこの遠くまで行きたいなら一緒に行こうとおっしゃいましたが、どっちをご希望ですか。ご質問ありがとうございます。そうですね、もし急いでいるのならば一人で行けというのは確かにあると思います。そしてもっと遠くまで行きたいなら一緒に行く、これが私の申し上げたことです。で急いで行くという話について、そうしますと旅を楽しむことはできません。で目的地に着くまで楽しむことはできない。ですから私たちはゆっくりと進んでいきたい、一緒に遠くまで歩みたいと思っています。この旅路ですけれども、議論を政府と行ってまいりました。たくさんのサポートをいただいているということです。政府からのサポートがあります。そしてその中で私たちはパイオニアであると自認しています。同僚、このこちらの会場にもおそらくこのまさしくその通りと、我々はパイオニアだというふうにおっしゃっているところもあると思います。ということで
私たちはこの旅路を歩んでいるわけですが、その際にいろいろな国の政府と議論を進めています。サポートもいただいています。そしてその中でこのアイデアについても納得していただくというところもあるんですが、課題もあると言われています。電気航空機というのはこの世界の中でもまだまだ新しいものです。この今お話をしたような航空機ですが、まだ認証のプロセスも進んでいませんし、まだいろいろやらなくてはいけないことがあります。認証を取る前にもまずデモ飛行をしなくてはいけないんです。カスタマーの前で電動飛行というのは安全なんだということを実証しなくてはいけない。そしてこの短空力といいますか、空を飛ばすということができなくてはいけない。そしてその上で安全だということを実証しなくてはいけないということです。まず飛ばさなければいけないということです。そしてそのようなプロセスを取って初めて次に進むことができるということになります。ですから私たちとしては遠くまで一緒に行きたいです。ありがとうございます。もう一つ質問です。地図を示されていました。このボーラの最初の市場ということで示されていました。中国、香港、中国市場ではなくてローカルマーケットではなくて国際市場に最初から打って出るということでしょうか。もしそうであればなぜでしょうか。はい、鋭い質問ありがとうございます。香港というのはとても小さなところです。会社の本社は香港にあり、そして香港は中国の一部です。で、この航空機は中国のシェンヤンから来ていますが、瀋陽から来ていますが、でもちろん中国の市場も見ているんですが、この需要というのを見ていると東南アジアの国々でそれが見られるということで、そういった国々にまず入ろうとしています。中国を検討していないということではありません。ありがとうございました。ではこのSAFの方に行きましょう。持続可能な航空燃料です。明確なロードマップがまだ見えていないと思います。どうやってこれから進んでいくのかということをもう少し細かく説明していただければと思います。でここでこの水素との競争という要素があると思うんです。おそらくSAFは2つ目の新しい技術と競争していると思うんですね。この舞台上にはいませんけれども、この誰もが考えているその競争相手ということについて榎本さんお願いします。我々の歴史が示すのはオペレーションコストというのが商業利用の中では大きくなると、つまり最も低価格な燃料が支配的になるということです。で、将来においては水素のコストがSAFよりも低くなると思われます。したがって水素の方が顧客にとっては良いということになります。しかし電気はさらに水素価格よりも安くなるということで、遠い将来電気が支配的になるだろうというふうに思っています。ありがとうございます。西村さん、個人的な意見ですが、少しこの区別をする必要があると思うんです。電気、どのような場合でもエネルギー源というのは太陽光、風力から来るということになります。で、それは電気なのか水素なのかSAFなのかというその形態にかかわらず、エネルギーは太陽光、風力から来ることになります。で、電気というのは太陽光、風力から効率的に変換できます。で、それがその効率という意味では長所になるわけですね。変換効率が高いということです。しかしデメリットはエネルギー密度が低いということです。さて SAF、SAFに関しては、これは太陽光、風力をこのSAFに変換するまでには長い経路が必要になりますので効率は低くなります。しかし液体燃料というのはこの高密度なエネルギーとなります。ですのでSAFというのは長距離の飛行機には重要になります。おそらく短距離には
電気の方がより適しているだろうということになります。そういったところを区別して使っていくということが重要だと思います。それに関連してもう一つ質問です。おそらくこの両方の技術、電動、サフが共存するだろうというふうに思うわけですが、どういうシェアになるでしょうか。どれぐらいの比率になるんでしょうか。ローラさんの方からは、まあ、90人乗りでまで電動飛行機というふうにおっしゃっていましたけれども、90人乗りの飛行機というのはSAFテクノロジーにとっても、その関心のあるマーケットになると思いますが、そこでは直接競合するということになりましょうか。でそうなるとどちらが勝つのでしょうか。そして、まあ、どこに線が引かれるのか、そしてどちらが勝つのでしょうか。それについて考えていらっしゃいますか。全員に伺いたいと思います。この榎本さんのおっしゃる通りで、まあ、勝ち負けということではありませんけれども、どれがそのオペレーション上最も経済的かということだと思います。で電動飛行機とサフによる飛行の間には競争はないと思います。今指摘されていたように2つ異なるマーケットになるからです。そしてこの電池にはやはりその制約があると、電気駆動あるいはその水素による、あるいはバッテリー充電した、この系統から充電したバッテリーによる駆動なり、この電池による電動機ということであれば、やはりその席数は限られるということで、2から4、8人乗りぐらいが適していると。 eVTOL、まあ、いくつかはハイブリッドですが、他のは全電動 eVTOL です。でこの SAF と電動というのはそういうわけでいいマッチになると思います。この19人30人乗りに関してはですね、いいマッチになると思います。200キロワットの時間をまずこの離陸の時に使う、そしてハイブリッド車と同じようにですね、このその一定の速度で飛ぶ間はこのサフでやるということです。ハートルエロスペースなどはそういった方法でやろうとしています。ありがとうございます。ということは両方の技術の共生ということになるということですね。他のスピーカーの方も同意されているようです。それでは皆さん本当にありがとうございました。極めて興味深い洞察を得ることができました。このトピックに関して現在まだ進行中のテーマということになりますが、このプロセスはおそらくどんな将来になるのか、どんな形で進んでいけば普通の乗客に対してこんな未来を実現することができるのかということを問いてみたいと思います。本当にこの今コストとそれからこのような状況について話しているわけなんですが、かなりの化石燃料があるという状況からスタートを切っています。もちろんこの CO2 の価格というのがかかってくるわけなんですが、しかしながら軍事的において考えるならば、この化石燃料の使用を 90%、95% 減らすということであったならば、コストについて言うのならば、おそらくこれ今までとは違った見方で見なければいけないテーマということになってくるでしょう。でそしてこの今朝もこのいろんな方がもっと時間がかかるという話がありました。この実際に化石燃料を全部なくすまでにはかなり時間がかかるだろうということだったんですが、遅から早かれこの状況が必ず来る。そうなってくるとコストもこの今考えているようなものとは違ってくるということだと思います。ですから例えばSAFのようなテクノロジーについて言うのならば、例えば電気自動車、電動飛行機もそうですが、この姿全く違ったやり方で考えなくてはいけないということになると思います。競争、これまでの競争相手とは違うものが出てくる。従来型の飛行機はまたかなり大きなコストがあります。というのは例えば化石燃料がもうもともと存在しなくなってきているからです。ということでこの議論はここで終わりにしたいと思います。そして皆さん、会場の皆さんにもお願い申し上げます。素晴らしいスピーカーに拍手をお願いいたします。